写真拡大。日本ハム 1-2-7 西武26日ベッドライフ。西武がカードの初戦を落とした。26日の日本ハム戦、メットライフドームで2回までに7点を奪われながらも、5回に山川が走者一掃の二塁打を放って2点差に詰め寄り、中村のツーランで追いついた。試合後、辻監督は見事に少ないヒットで追いついた。そこまでは最高潮だったんだけどとため息。6回に勝ち越しを許した場面は西満塁で外野が前進していたが、渡辺の中越三塁打で全ての走者が生還した。辻監督は反省します。馬場コーチに全過ぎないかと言おうとした時には打たれていた。俺の責任です。確認不足だったと唇を噛んだ。中村は24日の楽天戦から3試合連続アーチを記録中。2回に加藤から放った18号ソロが通算403号となり、巨人の阿部を抜いて現役選手で最多となった。安藤かなみ。かなみ安藤。